今日現場となった砂川市の国道12号沿いには多くの花が手向けられました。亡くなった長岡めぐみさんの同級生らは旗を掲げ飲酒運転撲滅を訴えました。この場所では5年前飲酒運転の車2台が暴走し長岡浩一さん一家5人のうち4人が死亡する事故が起きました。めぐみのためにもこう少しでもこう飲酒運転ということがなくなるようにと願って今日来ました。去年道内で起きた飲酒運転による事故は5年前と比べておよそ4割減っているものの7人が死亡するなど依然として亡くなっていません。